お銀は、芥川龍之介が1922年に、中央公論史上に発表した小説である。芥川の小説におけるジャンル、キリシタンものの一つ。江戸時代初期のキリシタン弾圧に反を取り、キリスト教的観念と、日本人的信条、家族制度との衝突を描く、江戸時代初期の現中、官営年間。禁教令の発布とともに、キリシタンへの弾圧は、 過れとなっていた。隠れキリシタンは発見されるや、即刻家計に処せられていた。そんな折、長崎郊外、浦上の山里村にお銀という名の少女がいた。彼女はもともと両親と共に、大阪で暮らしていたが、流浪の末に、長崎にいたり、両親を失って、孤児となっていた。 山里村の農夫で隠れキリシタンのジョアン、孫七は、そんなお銀を憐れみ、パプチズモを授け、マリアの名を与えて、自身の幼女とした。そして、孫七の妻、ジョアンナおミも加え、キリシタンとしての教義を守る幸福な生活を営んでいた。さて何年か後の、ナッタラの夜。教えを隠してひっそりと暮らす孫七たちも、この日ばかりは壁に十字架を掲げ、 牛小屋にゼ、スすす様の産湯として、会場家に水を張っていた。そんな彼らのもとを、役人たちが吸収する。隠れキリりタンとして捕らえられた一家だったが、投獄されても、拷問を受けても、払いその門を潜るまで辛抱と耐え抜くのだった。一方、攻める、側の代官は、彼らが合情を張る理由が理解できない。ことによると、三人は、 死の通わない人外のものかもしれない。困りあぐねた大官は、ついに三人とも火炙りにしおすことにする。三人は形状に連行され、それぞれ柱に縛り付けられた。柱の根元には、山のような薪木が積み上げられる。周囲には、大勢の見物人が詰めかけている。その時、少女、お銀は明瞭な言葉で宣言した。 私はご教を捨てることにいたしました。孫七とお墨は縛られながらも驚愕し、悪魔に見入られたのか、もう少しで天主の顔も拝めるのだぞとお銀を責める。お銀が語る気境の理由は、あまりにも意外なものだった。ありがとうございます。